公開マッチにはね、こういう人たちが紛れてるからね。しかもザ・ゲーム、しかもザ・ゲームね。まあ、カニバルが救いか。なんか変なとこ索敵しちゃった。やべえ、よし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 、変なとこと索敵しちゃったけど1枚。オッケー。さあどうする、スマチャクじゃなかったら終わりだぜ。よーし、スマチャクじゃなかったら終わりだぜ。こんばんは、どうも。地下するか共鳴するか、共鳴するか。卑怯な手は使わない。いや、地下釣ったからよかったかな、これみんな。いや、どうだと思う、これ地下釣ってキャンプだったか。さすがに。どうするべきだった。うわ、迷ったよね。でもさ、やったー、でかくね。おはようございます、キャンプだほーい、キャンプだほーい。でかすぎないこれ。しかもしかもしかも、ここも破滅で交代していくんで、これでかくね。指動作遅れたね。で、ここで活躍するのがシャーシ。活躍するのがシャーシ。はい、来たー。おい、シャーシ活躍してね。シャーシー。オーラが見えるんですね、なんと8メートル以内の。活躍したぞ。そう、オーラが見えるの強くね、これ。おい、オーラが見えてく。で、そこ倒してしまったら、はい、オーラが見えている。おい、シャーシ強えぞ。室内マップで本領発揮してる。室内マップで本領発揮してる。はい。で、スティーブの声だから、オッケー、オーラ見えてるよ。なるほど、デッドバーディングね。いいパークだ。救助来てないなら戻ったか。なら、ちょっと戻ろうかな、おじさんも。で、その辺は、まあ、追うか。こっちから追う。こっちから追うことによって、板使った方に追いやって。いや、これワンチャン間に合う。ワンチャン間に合っていく！オッケー。いいデッドアートだったな。で、この人共鳴残してないか、つったね。アット1誰だ、共鳴で。もう一回こっち行って、こっち行ってね。オッケー、シャージが刺さっていく。で、さっきデッドアート使ったから、彼はデッドアートを使うことができません。
避けといて。いや、いいっすね。いいっすね。こんばんは、どうも。かなりいいよ。やっぱオーラ見えるってこのゲームにおいて最強だからね。オーラが見えるってやっぱ最強だからね。回ってないな。回ってない。いますね。いきます。さあ、もうこれ板使うしかないよ。いや、使ったらそっち側にはもう板全部ないから、こういうともう死ぬしかないね。よーし、これか。あぶねえ。デッドハードね。君もやっぱデッドハードの民が多いな。ホイトかな、共鳴。あれ誰だ、マリアちゃんか。あ、マリアちゃんだ。いや違うか。え、誰だ。あ、共鳴だ。で、ここに共鳴入ったから行きます。あ、普通にこれは壊しまして、なんか勝てそうじゃない。勝てそうじゃない、今の感じだと。多分倒さない。あ、倒す。はい、俺が見えてくるから奥行ったのもすぐ分かって、すぐ追いかけることができて、で、これデッドハート警戒ね。はい、キャッチ、キャッチ。で、カニバルの場合こういう弱い盾ですら弊害になってくるから、ちゃんと壊しておいて。バチってる。右、安心感、安心感ですね。じゃあラストいきますか。この人デッドハード見るか。ういオッケーオッケー。デッドハードちゃんと見るよ。終わりだね。デッドハードちゃんと見るよ。え、こうやって 8m 入ってないの。入ってないか。いるね。あ、これオフレコだ。うん、まあオフレコは割らなくていいか。オフレコ放置しよう。で、この人いきますか。いやー、でもねー、まあ、あんまよろしくないねこれ。だってこれ板割った後もさ、どうせ2窓じゃん。 OK、 まあ殴るしかねえか。そう、どうせ、あ、来た。これシャージ音量空きするよ。あ、 OK。 強すぎる強すぎる。おい、シャーシやべえ。オーラが見えてます、これ。なんとディストが、ディストがなきゃ完封しちゃうね。まあ、切りますか。こんばんは、どうも。ここも消えるか。あ、いるね。あ、これマリアちゃんじゃなかったら、ミカエラね。これはこっち側逃がした方が弱いから、こっち側から追って、これもう壊すしかないよ。え、しぶる、それ間に合わなくない。オッケー、でかい。今見た、みんな見た、みんな今デッドハード読んでちょっと自分を遅らせた。今のテクニック来た。
デッハ、デッドハード警戒チェーンソー来た。デッドハード警戒チェーンソー来た。そしてハッチから出られた。これ